西にある地下鉄博物館ですね。地下鉄のなんかいろいろなものがありますね。渋谷は地下10メートルにファンドマンズがある。都営新宿線、さらに下ですね。だいぶ下ですね。どっかな、5階建てなんですよね、素材の投資が。これがシールドマシンっていうところの実物大です。これが回転して回っていることによって、岩盤掘削して、なるんですね。これが、まあ、そのやつ1分間に4分の3回転なので、まあ、相当頑張ってもうあんまり進めないっていう。時代まで知ってますけど扇風機があっただけまだ涼しかったんですけど ね、ああ懐かしいとか言ってる場合じゃないですよ。大体おじいちゃんあたりはああ懐かしいって言ってますね。であのここに今いる駅長さんが地下鉄の切符をパチッと言ってくれて、今最近ないですけどね、こういう切符切りですね。昔はこのこういう感じで開けてたんですね。リトもう聞いたんだぞ。こっちはもっとレトロに。出ちゃいますけど大丈夫ですかね。昔ながら的なところはこうですね。こういうのが昔ながら。続くよってね、完全に鉄ちゃんモードなんですけど、昔はね、こうだったんですよ。あのターンスタイルの改札、今はあのピーってやってピーってやって行ってますけど、昔はこうです。まあその名残があのアメリカの映画で出てきますけど、あのターンですね。ちょっと名残で、ね、本は、ピッ。東地下鉄の第1号車、現在地1001号車。橋はどんな感じかというと、なんかこの辺も今はなんか笑ってしまうような感じですけどね。車掌室がありますね。この辺の操作性はあんまり変わらないです。木なのか鉄なのかぐらいに。じゃあ、あのチンとかなるだろうですね。昔の車両はこんな感じです。ほぼ木製のものですね。開閉もこんな感じですね。なんか中
かゲームで出てきそうな感じまさになんかゲームで出てきそうな感じですけどね。だから昔はこういう感じで学生さんもこんな感じだし、いいとこのお嬢ちゃんとお父さんお母さんこんな感じで電車に乗るっちゅうの地下鉄に乗るっちゅうのは一大イベントみたいな。懐かしい感じがするのはなぜなんでしょうね。私この時代は生きてないはずなんですけど、非常に懐かしい感じがします。地下鉄は戦前からあるんですよね。実は戦前から、銀座線っていうのは、昭和16年すでにあるので、戦争第二次世界大戦前からあるんですよ。で銀座線ができて、丸の内線ができて、日比谷線ができて、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線に来て、だんだん増えてきて、ところどころはトンネルができていたとかいう話もいろいろあります。で一番最近の方では昭和61年に着工された南北線です。南北線で副都心線ですね。2000年の副都心線の時代のこういう年表。新幹線が大宮新潟間開業とかね。私も昭和の時に上野まで開業して、平成上野でよく降りた記憶はありますね。新幹線平成になってから東京に開通して 3分短縮しましたみたいな話ですね。確か本当に懐かしいですね。今地下鉄はいろんな線が、混入してるんで、これがこの切符を切るときに、これ切符型を切るときの感じです。もう今ないですね、ほとんどね。駅ごとに実はそのパンチの形違うんですよね。知ってる人は知ってる人にはもう P なんでわかんないですよね。駅ごとにパンチの形が違うんで、規制いるかどうか分かっちゃう、ね、その通りはそうですね。私のところでこれ見ると本当に昔ですよ。日本は最初の地下鉄。工事中にはやっぱりこういうのが出てくるんですね。ナーマンゾーズの長田とか、ウズチとか、昔、なんかあの、シールドマシンですね。シールドマシン実際はこのぐらいの大きさで、ガリ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 行くんですけど、そんなにはすぐ進まないです。シールドマシンは温度同時に壁を作っていくことができる。そうです。その特徴はこれがシールドマシン先端部です。でよく見るのがこの先端部です。先端部があって、でこのシールドマシンがずっと進むことによって、これを進んでいくと、さらに壁をカチャカチャと作ることができるので、工期短縮ができるっていうのが、このシールドマシンの特徴ですね。掘った土はパイプの水を使って後ろに運ぶ。結構このシールド工法は
画期的な高校なんですね。そう、あんまし日本の技術よく知られてない部分みたいなんですよ。ここには電動モーターが、電源用とかで使われてる。最初はあなたが半分を買って、まあ、節電対策、まあ、節電とかね、いろいろあるんでね、浸水対策とかね、地震対策とか強風対策とか防犯対策とかいろいろで、実際シールドマシンもこのぐらいの大きさです。このぐらいの大きさです。これが車です。これだいたい、この前の上の木が170あるかないかぐらいなんで、人が取ってくれたことなんで170ぐらいですね。だからこの4メーター3メーター4メーター4メーターかな、4メーターだと思うんですよ。でこのカチャ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 このシートを作ってくれたんですね。このことにで、これが外枠が、鉄道の電車の機械が鉄道企画なので、この企画で作らないと電車取れませんよ。この辺は信号ケーブルとかあとここに配置されますか、シールドでセグメントとかに入ってきます。この辺は結構見られるとそうだなと思うんだけど、いつ作ってんのって言われる。こういう作ってテッちゃんじゃなくても面白い感じのところですね。建築的なものが好きな人はたまらんとかですね。おお、ね、枕、足は枕です、ね、今だいたいこのコンクリートというのはハイデンバンの感じ。ぐる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 。で円形になってこんな感じ。で今子供が一生懸命夢中になっておりますが、これがパンタグラフですね。あれがくっついて上に行くと電源供給される。左が下がれば、今下げます。はい、これも下げる。よし、しまう。昔はね、ディーゼルの電車もあったんで、ディーゼルの電車と、ディーゼルとあれの切り替えとかもあったんで、今は最新式でホームドアとか、ホームガードとかになります。最近はこういう。本像に入ってきました。てっちゃん大好きな像に入ってきました。これが、制御部分ですね。ブレーキとか関係のもの。テンション図書館でこんな感じです。まあ、地下鉄は各国にあるんですけど、意外に広げないのはベネズエラとかドミニカ。
の開閉の仕組みを子供が今遊んでます。この辺変わんないですね。はい。けんちゃんは？楽しめそうなところっていうのがこの地下鉄博物館です。